頂上戦争から2年、白ひげは時代にけじめをつけただけ。海軍本部は新戦力を整えた。大物たちも仕掛けなかった。まるで準備をするかのように。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言っていたな、手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。 D は必ず嵐を呼ぶ。